さん、こんにちは。2022年、縦型かな、今撮影。11月の、20日、こうかな。本日、夕方、昼過ぎぐらいから雨なんですけど、先に晩の方に雨降らしています。それはね、前日の天気予報等でチェックしていただいたらわかるんですけど、このように手すり、濡れています。地面でも確認できます。で、言葉云々等で、この力でもここまで、まあ、小さな範囲では、晴れにできます。雨降らしながらでも、日光を差してきて太陽光パネルで発電しながら、河川水門開閉式ダム発電、地下水流トンネル発電稼働できます。できるかできないかで言うとできます。で、変にね、晴れの方法で睡眠不足にさせるような変な生贄の方法を使う人たちが存在するんですけども、髪の毛染めてる人間が出てちゃうかなと思う。これね、もともと義務教育で、習ったはずなんですよ。不良だということでね。定義固まってるんですよ。本当に髪の毛染めちゃダメ。本当に。そんな方法じゃなくても、面白い話とかで気が晴れるでしょ。楽しい話とか明るい話っていう言葉があるでしょ。その方向性でこういう風に晴れることってできますから。明るい未来とかね。言葉一つだけじゃないですから。いろんなことを覚えましょう。